日本北海道札幌市中央区宮の森ぐるの,の森は、北海道札幌市中央区にある地名。炎山伊勢、北五条、低熱以南の山沿いの地域である。1871年、東本願寺は、新潟県から、現在の山花地区に40個を招き、入植させた。その他の移住者と合わせて50個のこの集落は、その年の江戸にちなんで、 カノと羊一の村と呼ばれた。ところが、同年のうちに山花の市街化を計画する開拓士の移行によって、50個164名の住人たちは別の場所へ再移住することとなった。彼らは小集団に分散し、演算に向かった一派以外は個数をもって新しく入植した土地の名前とした。彼らはことに村の基礎を作り、 その後に建設されたことにとん平村と共に地域を発展させていった。1928年に秩父宮陽人親新郎が、翌1929年には高松宮信人新郎が来訪し、三角山や荒山でスキーを楽しんだことから、1930年に宮様スキー大会が開催され、それ以来12県の地は宮の森と呼ばれるようになった。 1943年5月、地名が正式に琴二町宮の森へと改称される。1955年、琴二町は札幌市へと合併。1972年の政令指定都心以降に、伴い琴二町の干渉を削除して、中央組屋の森となる。市外局番の一覧。総務省。2017年3月30日閲覧。 現状名一覧中央区札幌市片岡2012札幌地名校 P40 札幌地名校ピアニッシモ120から121札幌地名校 P121ABCD 札幌地名校 P46 ありがとうございます